はい、はい、じゃあ測ってください。増えてきてるね、体重ね。いや、増えてる。あ、増えてますね。増えてますよ。結構食べて、ささげとか入れるようになったら食べるよね。多分ね、口の上だいぶ違うと思うんでね、食べやすくなったと思うんですよね。多分痛かったと思うんですよ、こっちがね。はい、この感じは、うん、そう、なんかちょっと肉付きが良くなってきた。測ったもんね、これね。そうですね。なんか触るとドキドキしたから、ね。うん。入れていいけども、はい、ドライフードが多分1日食べても50から60ぐらいでしょ。1日で、そうですね。42回で、まあそれ切ってないんで、そんなもんですね。うん、だから、残したりしてるので。まあ、60として 10%、6グラムぐらいね。やりすぎるとちょっとバランス崩れちゃうから、はい、それぐらいならやった方がいいかなと思ってます。パンやってないです。はい。パンやりましたら刺さるか、あとは6グラムぐらい、1日6グラムぐらいの野菜、人参とか、ブロッコリーとか、かぼちゃとか、しいたけとか、その筋肉がつく野菜をちょびっと、まあ、それも6グラムぐらいやっても、1日でね。そう。いや、ほんと少ないです。測らんと、やりすぎちゃいますんでね。そうですね。ちょっとやりすぎてるから。だから測ってやってくださいね。はい、じゃあ、実践版のね、はい、ワクチンします。で、あと、それからケアを少しします。デンタルケアはやれてます？あの、まだ、磨いていいですか、でも。舐めさせてるだけです、今。もうね、はい、磨き始めていいですか。いいですか、ね、はい。じゃあ、あれも、チューブがもうなくなりそうなので。あとさ、目薬してます？はい、で、オレンジの方がなくなりまして、水色の方はまだあるんですけど、オレンジのやつは抗生剤だからさ、はい、3回やってました。最初の頃やってたんですけど、最近はまあ1回ですかね。もうじゃあ、抗生物質はやめましょう。かえって耐性菌ができて効かなくなっちゃうから。あ、そうですか。だから、水色のやつだけでやってください。でももう、それでまた目合いが出るようだったら、言ってくださいね。はい。はい、それもね、よかったけど、まあでもまだついてるよ。